伊藤直人は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンターの加ス正マザ級者に所属する、元機種の長教助手。機種免許は、平地競争、障害競争両方の免許を所持していた。高知競馬場所,所属の機種、三等審議は追い。1993年3月 JRA、競馬学校機種家庭第9期生、小林恒対級者所属機種としてデビュー。同期には、 飯田雄二、小林哲也のほか、後に、競馬学校世代で史上初の学士騎手となった、河井達彦などがいる。1999年の札幌山菜ステークスで、マイネルコンドルに騎乗し、重賞初勝利を挙げる。翌2000年には同馬で、札幌賞への騎乗を果たし GI 競争初騎乗を記録する。その同時期に、伊藤が主戦騎手を務めたスマートボーイが、 ダート路線で対等、アンタレスステークスに連覇などすべての重賞勝利を、伊藤とのコンビで挙げた。しかしスマートボーイが現役を引退した2004年以降は、起乗数、重賞起乗機会ともに減少、それまで10勝前後で推移していた、勝利数も一桁になる。2006年には、起乗機会を増やすべく、デビュー14年目にして、障害競争への起乗も開始されたが、 二年通算で25戦、未勝利という結果に終わり、2008年以降は平地に、千年となった。その後も、成績の低迷は続き、2011年の年間、未勝利という結果を受け引退を決意、翌2012年より所属を、カスヤ旧社へと移した後、同年2月29日をもって、現役を引退。以降は引き続き同級者にて、調教助手を務める。 ありがとうございます。